こういうとこを競わないのね。競わないっていうふうに僕はやってるんですよ。こう競ってたら やられちゃうからね。で、安定してるって、いつもここの手を感じてるってことね。で、無視しろって言ってんだけど、無視してたらやられちゃうんだから。だから感じてるってこと。感じて、で、次こっちが来るとか、こっちが来るとか。足が来るとかね、そういうふうに感じてるので、感じてるのが仕事だから、で、自分が安定してるのが仕事、安定してるのが仕事で、そういうふうに感じてるんですよね。こう感じてるのが仕事だから、傾いちゃったらダメだし、それからだから安定してて、自分が安定してて感じてるって、それが大事で、無視しろって言ってるのは、この手にあんまりみんな行っちゃうから、こうやって行っちゃって、この手をやっつけて、こうやっつけてっていうふうに思うから、無視しろって言ってるの。だからそこのとこを誤解しないでね。でこう上へとしたって言ってるのね。それでこう無視して上ね。で、自分の姿勢がまっすぐだって、これが大事。傾いていかないのね。で、傾いていかない。そしてまっすぐ。まっすぐ。じゃあ、それで転換やる。転換。みんなここやってんですよね。ここ。ここでこうやってなんとかやって。あいつ、手とテクニックでやっつけたいっていうふうに思ってんの。で、これはいつでも離せるってなの。ああ、それ離してて、で、こうやっつけようと思ってたら、離れたら、こういうふうになっちゃうね。でこうやってぶつかってるから、こうやってこうなっちゃうの。じゃなくて、自分がこういうふうにまっすぐっていうのが優先。こう、まっすぐ何にも投げようとしてないの。投げようとしてないで、足にスイッチしてるから、だからそういうふうにやってるのね。そういうふうにやらないと、こういうふうにやっつけて、この手やっつけてやろうって思ってたら、いつまで経ってもそこに立ち止まってるってことだから。で、そういう時期もあったんだけど、自分としてはね、最近はだから、こう自分が安定してる、自分が安定で、相手はね、こう関係ないの、関係っていうのは関係あるんだけど、関係ないの。自分の安定してる方が大事。それでやべえなってこう、そしてこの足にスイッチして、こういうふうに出てきたから、やばいなって、このやっつけることは関係ないの。やっつけられないんだから。たくさん稽古してるとね、やっつけられないんですよね。J 先生とか原川先生、やっつける人いないんだよね。で、やっつけれないの。だから、やっつけれないで、自分が安定してることを優先してるの。そして近いの、遠く離れちゃうと、こういうふうに出ちゃうの。だから近いの。こうやってやばいなって、やばい。それで彼のことは勝手に倒れたのね。そういうふうにやってほしいんだよね。で、こうやっつけようと思うと、やられちゃうから、で、こういうふうに田舎、資格もらって、で、下にただ落としてるだけで、下の方、ここに競わないっていうのは練習だから、競ってたらやられちゃうんだから。だから、こういうふうに来て、いや、競わない練習だと思って、こう競いで、自分の足が自由、足を自由にする練習だと思ってやってるので、やっつけたら合格だとか不合格だとか言ってるんだけど、やっつけてもいいことないんですよね。相手壊してもね。だから、自分が自由に、この練習だから、こう相手離れてるの、こうやってただ下に落としてるだけ、下に落としてるだけで、自分が姿勢が増す、そういうことそれで少し下の方もやってみましょう。どうぞ。見てるとね、テクニックなんですよ。みんなこういうところをやっつけて、こう隙間に入ってやっつけたいんだよね。でこういうところ、
関係ないから、自分の下だって言ってんの。ただ下なの。ただ下ってことは自分の下。自分の上。こっちじゃない、こっちね。ほんで、いなくなって、彼が来るんだから、待ってりゃ来るの。待ってりゃ必ず来るの。膝とか。必ず来るの。だから、来た時に早めにいなくなって、それから下に落としてんの。自分の姿勢が大事。もうそれしかないんだよ。それしかないんですよ。自分が下なの。下なの。だから、彼は反撃できない、できないっていうかな。こういう手、やったら来るんだよね。で、そう、離れちゃったらいいのね。で、離れちゃった。だけど、こういうふうに来て、あ、音と鳴っちゃってんだから。下しか考えてないんだから、相手のこと。まあ、そういうことね。そういうことなのね。そして、まあ、足が自由だと、こういう。足が自由だと、こう、手のことを考えない。手のことを考えないって考えてんだよ。考えてんだけど、考えないようにしてるの。ここをやっつけようとしてないってことね。で、自分の中心、近い。そして、やばいな。そして、こういうふうに入ってきて、こういうふうに抜けてきたら、自然とこういうふうに倒れたって、そういうふうにやってるの。自然と競い合ってこうやって倒してんじゃないの。自然と彼は倒れたの。こういうふうに。自然となの、自然と。こう四角入ってるの。で、彼が回ってくる前に、こうボカってきちゃうからね、待ってればね。回ってくる前にこう落としてんの。だから自分の姿勢が大事だってこと。もうそれに気づかないと一生それやってる。こうテクニックがいくら上手くなってもテクニックでやるってことになっちゃうから。だから関係ないの。こうやって彼が勝手に倒れたようにやってほしいんだよね。じゃないとテクニックの競い合いになって、テクニックが強い方が勝つっていうふうになっちゃう。だからこういうところに入って自分がまっすぐ、そしてやべえなって、そしてから足が自由。まあそういうことね。それで姿勢が大事だから、姿勢が大事だから展開の時もこう、そしてこういうふうに入ってきたんだけど、この時に足がこっち、こういうふうに足が自由。手のことは関係ないんだよ。手のことは関係ない、やばいちゃうんだから。手のことは関係ないの。そしてこういうふうに入って、こういうふうに入ってきて、そしたらこういうふうに出てきた。ただそれだけなんだよね。じゃあ塩投げっていう形があるから、じゃあどうしても競うんだよね。競うっていうのはこういう練習だから、練習っていうのはそういう訓練を受けてるから競っちゃうんだけど、競うの捨てなきゃダメなの。捨てて餌見せてんだけど、僕はこういうとこが大事で、あ、回れなかったら無理して回らないで、こういうふうに足をついてくるとかね。姿勢が一番優先だから。それから自分の身を守るのが一番大事で、こうやったらこういうふうに来てやられちゃうんだよね。ああ、やられちゃう。だからやらないの。自分の姿勢が大事で、こういうふうに来て、自分の姿勢が大事。自分の姿勢で、こう四方投げはこうにくぐってくるんだけど、くぐってこないの。そして自然とここに近づくまで待ってんの。待ってるっていうのはこういうふうに来ると近づくね。こうやってやったら、こうやって近づいてくるの。こうやって近づいてくるの。はい、額に近づいてきて、彼が余裕があってボカってくるんだったら、やばいなーってこういうふうにやってるだけ。だからこういうふうに来て、こういうふうに近づいてくるので、彼が早ければってこういうふうに、そう、プロテクトしてきたらこういうふうに直す。それだけ自分の安定が優先だから、
相手を投げたら、四方投げの形で投げたらいいとか、そういうこと考えてないんだよね。なんかこうやって持ってとか、持ちに来るんだから、こうやって持ちに来てるから、ね、でこういう風になってる、そしてこういう風に入ってるんだ。それだけなんだよね。だから表とか裏とか関係ないの。あんまりね、表こっちへ入ってこっちへ入ってきたら待ってんだから、これだからこういう風に持ってこうやってやっつけてからこうやって入りましょうねって言ってんだけど、そんなの関係ないの。要は四角に入ってそれから足はこっちこうで、裏はこう四角に入ってそれからこういう風に入ってから、そういう風にやってんだよね。みんなそういう形フォームっていうのは、同士のフォームとかね、そういうのを見てるから、そういうなっちゃう、こうなっちゃうんだけど、そういうことじゃないから、こうそういうことだから、それで入り身投げっていうのも、今塩投げやったんだけど、入り身投げっていうのは後ろにここに入ってるので、さよならが一番大事。さよならってこういうふうに、そうすると彼は踏み込んでこないといけないんだけど、それでさよならで、向こう見てんの、そしてさよなら、彼はさよなら。自分が安定してるのが一番大事だから、こうやっつけたからってどうってことないの。やっつけたからってどうってこと、こうやってさよならって離れて自分が安定してるのが大事。これこの姿勢が一番大事で、離れてればやつは来ないって、敵は来ないの。お前そこにいるからやられちゃうんだよって言われたんだけどね、お前そこにいるからやられちゃうんだよって、やられないの。こうやって離れてんだから、踏み込んでくんだよね。踏み込んできた時逃げれるんだから、後ろ向いて逃げれるので、来てしょうがないからこういうふうに入ったの、後ろに。そういう形にしたいんですよ、ね、で後ろ今度入り身投げだから後ろで、こう手で投げない、手で投げないで、こういうふうに後ろ、こうそれで足が近い、こういうふうに来て、で後ろ、そしてこういうふうに近い、そういう感じね。でここと競うとやられちゃう、競ってないの、あって、で後ろ入って、さよなら、そういう感じで、じゃあ後ろそしてこう、投げてないんだよね。まあそういう形で、じゃあ入り身投げやりましょう。ちょっと言い忘れてたんだけど、テンションとか遠くとか近いとか真ん中とか、そういうことってのは大事だから、いつもそういうことだから、テンション忘れてたら、こう入れって言ってるんだけど、オンになっちゃうの。だからこう入ってきたらテンションはね、下に入ってるの、下なの、下に近いの、近いの、テンションは下なの、テンションがこのままだったら、こういうふうに入ってわざわざこういうふうにやるんだよね。でも入ってくるついでに言ったらおかしいけど、自分が安定してるってことは、テンションがこういうふうにかかってんの、そう、だから下に来てんの、それから遠くないの。点火の時にいつもこういうふうに回ってやっちゃダメよって言ってるんだけどね、点火の時はいつもここに入ってるの、ここに入ってるつもり、そしてここ彼がいるから、しょうがないからこっち来てるの。彼がいけないんだよね、これね。だからしょうがないからこっち来てるの。だから重なってるんでしょ。で向こう見てるの、そして感じてるので、テンションは下に来てるの。
だからこういうふうに崩れてるの。こういうふうに来てテンションが下に来て、だから何もしてないんだよね。もうそういう話なんだけどね。こう違うんですか、遠いとダメ、それから離れてたらダメ。だから近いの、ここから近いの、近いの、近いってことは、近いってことはこう来るんだけど、来るんだけど置き換わってるから、こうテンションがかかってるから、こう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 テンションがかかってるから、でこれ引っ張ってきてもいいんだけどやられちゃうんだよね。お近いの、こうこう近いの、だからここを寄り所にしてんだけど、ここを寄り所にしてんだけど、ここを寄り所にしてね、横どこ近いの、ほらだから力入んないの、ほらあの彼はね、こうほらこう近いので、近いの、それで四角に入ってんの、四角四角、それでこういうふうに入ってんの、近いとか真ん中とかすごい大事だから、みんなこういうふうに外れてきちゃったらやられちゃうんだよ、ててこういうふうに入ってんの、やばいなって、こういうふうにやってんの、自分の真ん中なの、だから下に来てんの、こう、それで近いの、こうに離れ、こうね、こう近ければ引っ張ってるんだよな、こうやってやってるだけだよね、すごい近いの、ほら近いの、だ何にもしてないの、何にもしてないの、それで引っ張ってきたら引っ張ってきた、でこう、そして上げてきたらこう近いの、こう近いのね、そういう感じね。じゃあどうしようかな。入り身投げもう一回やろうか。入り身投げはこうテンション忘れてるとこうなっちゃうから、こういうふうに、それから落とすってのなっちゃうから、こういうふうにテンションがこういうふうにかかってるの。そうすると入れ替わるとテンションがかかってるから彼は倒れるよね。でもう一回じゃあそれやってみる。じゃあ言葉で近いとかね、離れてないとか言ってんだけどね、みんなあのキーワードなの、あの自分が言ってるのは、自分の言ってるっていうのは、僕が言ってるのは伝えたくて言ってるの。だからあの一言一言大事なの。あの離れてないっていうのもね、こうやって離れちゃうとこう力でやることになっちゃうから、近いの、近いってことは上、近いってことは向こうじゃないの、上はこっちなの。だから足が自由、そしてこういうふうにこういうふうにこういうふうに近いの、近い、彼に近いの。まあそういうことね。あ、じゃあこういうのやろうでしょ、こういうの、こう、あ、間違った、こうやって J 先生がやってたのね、こう2挙、あ、1挙はこう、そしてこうね、こう逃げてくるのね、逃げ、あ、そう、そしたら2挙、そして3挙はこういうふうに入ってきて、3挙こういうふうに3挙そうですね、逃げてくるんだよねこう2挙1挙、そしてこう逃げてきたらこういうふうに2挙、そして逃げてきたら3挙ちょっと難しいね、こうボカってきて、そしてまあ崩れちゃったんだけどね、だから2挙だったらいいんだけど、そうそう、でまあそういうことでやりましょう。あのJ 先生のね、あの言ってるのはすごく大事ですから、あの2挙に行った時に逃げてきた、にいいよ、逃げてきたら2挙、そして逃げてきたら3挙、こう逃げてきたら3挙、こう3挙で逃げてきた、こう逃げてきた、そしたら4挙っていう、そういう話ね。それすごく大事だと思うから、あの
一挙から始まって、一挙で固めれればそれで終わりで、それ以上やっちゃダメダメなんだけど、だ一挙一挙ね、一挙やりましょう。でダメだったら二挙とか三挙とか四挙っていうことね。じゃあやりましょう。はい、どうぞ。